本日は社会人ナンバーワンショートのバッティングに下町の暴れん坊も登場。セガサミ公式野球部潜入第3弾はバッティング編をお届けします。まずは度肝を抜く守備を見せてくれた中川選手から。そのバッティングもえぐかった。打球は一瞬で消えていきました。さらにこの打球です。だいぶスローモーションにしたんですけども、打球早すぎです。とここで中川選手の軸足の使い方に注目してください。この回さない感じ、話聞いてみました。今、軸回転、軸回転意識してね、あえて回転させてなかったですよ。右足を外、若干気持ちいい外に向けるイメージ、あって、あとは手だけ、手だけ先出す、先出してから当たってからも、うん、変化球とかなんか汚されちゃうんで、できるだけ呼び込んで、近い。そしてもう一つ心がけていることがありました。練習では引っ掛けるほどまでいかないですけど、まあ、引っ掛けてバット先に返したいです。先に返したい。社会人だとまっすぐが速くしちゃうんです。まっすぐに返ってない状態でまっすぐだと負ける感じが、ファウルが多くて、あ、まあ、練習では引っ掛けるイメージで、試合だったらちょうどいい感じになる。なるほど。そのうちに今までと同じでいってたらファウルだったら無理しちゃうんだよね。まもなく始まる都市対抗予選での活躍に皆さん注目してください。うなずくのみです。続いて注目したのが下町の暴れん坊。背番号32番本間亮選手です。関東一高時代の活躍にそのニックネームがつきました。決して体は大きくないですが、強いスイングで広角に大きな当たりを放っていました。広角にいろんな打球打ってたじゃないですか。しかも大きい当たりをこう打ってたのかなっていう。バッティングの時は結構強く遠くに大きくっていうイメージで打ってます。それがあのテイクバックの感じになってんすか。テイクバックちっちゃいですか。あの、まあ、ちっちゃいというかすごいパワーを貯めてる感じ。そうですね、貯めたものを一気に爆発させるみたいな。でも強く大きくなんですね、基本的には。試合になると痛くなっちゃうんで、あ、練習だけは気持ちよく伝えなくて。そして徳さんも打撃練習に参加です。この時佐藤コーチがひたすら徳さんのバッティング見ていました。左足いってるんですけど、ここは残そうとするじゃないですか。軸足の方、そうそう、軸足です。ここは下げてるんですけど、はい、こっち側に入ってるんで、でここは行きたがってるんですけど、はい、でもここは残そうとするじゃないですか。こんな感じに見える感じがあるんですよ。
だからすごい不安定。ああ、足上げた時に。足上げた時に。キムチさん、足上げた時に軸足、膝中入るじゃないですか。はい、そうですね。あれ元々ですか。元々です。なんか入っちゃう癖、一つ癖はありますか。ああ、はい。こっちは行きたがるんですけど、はい、ここは残そうですよね。はい、はい。なので、安定しないのかなと思う感じは。でも膝ってどっちかってこっちに向いてないといけないでしょ。あ、はいはいはい。それが上げた時にこうやって行くんで、ここは残そうとしてここは行ってるんで。確かに。なんか不安定。こう立ってるってことですね。そうそう。そうなんですよ。なんかあんまり強く意識はしてないんですけど、でも体ちっちゃいんで軸足残して、はい、溜めようと思ってるんですけど、なんかこうちょっと膝がこう内側行ってるかなっていう。ありがとうございます。そうですよね、はい、どっしり感はね、うん、ね、内に入れようとしすぎないようにした方がいい。いや、でも内側に絶対入るんですよ、はい、でこっちはこう入るとこう入らないんで、はい、この膝がどっちかってこっち側にガニ股ではなくまっすぐでいいんで、はい、ここに入れつつこの膝はこっち側に向くような形で入ってた方が、この力って最後に使えるんですけど、はい、こうやってしまうともう上げた時点で使ってるんで、もう前行くしかないのかなっていう感じがしました。なので、合わない時は触れないくなってしまうんですよ、はい、前行ってるんで。我慢しといて、こう作って、これを我慢しといて、最後にバーンって使った方がいいですけど、行ってるんで、あ、行かなきゃっていう感じかな。で、ちょっと外されるとか、パッと出ないんですよね。あの止まっちゃうというか、本当にジャストじゃないと振り切れないのが多いので、特に年を重ねて意識します。なんか普通に入れないようにしてます。最後にこの方にお話を伺いました。愛媛済美高校で1年生から4番、日本文理大でも1年から4番、セガサミーでは選手兼任コーチの沢荒木さんです。まあ、力が入っちゃったと、もうやっぱり自分のバッティングができないので、はい、抜いてヘッドを走らせるということだけを考えてました。めちゃくちゃ難しくないですか。難しいんですけど、体を強く使いすぎるとヘッドが走らないので、はい、グリップはあんま強く握れないとか、そういうこともあって、あ、もう握れないですね、それぐらい。あ、本当理想は本当落とすだけなんですけど。落とすだけ、はい、あ、持っていったのを落とすだけ。社会人のこう、まあ、速いボールだったりとか、はい、そういうのにこうやっぱり力張るじゃないですか、はい、バッて、はい、その どう制御するんですか、気持ちの面で。やっぱり速い球を早く振ろうとしたら、はい、やっぱり当たらなくて、速い球はもう早めに取ってゆっくり振るぐらいでちょうど合うかな、はい、自分のスイングを速くしない。なるほど、はい、自分のスイングを速くしたらやっぱりファールとかになっちゃうんで、もう本当ゆっくり、もう本当できればトスイメージで、でも球は速いのでその力で飛んでいくみたいなイメージです。その時でも変化球が来たらどういう、もう僕はもう前で拾うタイプなんで、その前でまっすぐを待って前で捉える練習をやっぱり意識してやってます。あ、もう変化は結局前でいいですね。そうですね、タイミング早めに取ってるとフォークもここで止まるんで、構え負けしない、振り遅れないためにしっかり準備する。最後に余談でこんな話を。草野球やってるんですけど、はい、一音で、あ、コウタさんですか。はい、ああ知ってますか。神はコウタさん。あ、
なんか謎に先輩な感じ出してました。僕は大学生入って、はい、4年生だったので、神的な存在だった。神的存在ですか、はい。あっぱれがファミスタ2020に登場。顔やフォームまでそっくりに作っていただきました。能力はかなり高めで個性豊かな選手揃ってます。 NPB 選手や女子ソフト独立リーガーまで、スペシャルチームを作って遊ぶことができます。9月17日発売で現在予約受付中とのことです。ゲームの中ならめっちゃ打てる気がします。